とは君たちだけだ。準備ができたら乗り込んでくれ。飛び方も着陸もめちゃくちゃじゃないか。めちゃくちゃじゃないわよ。ちゃんと揺れ方とか衝撃も計算して軌道を入力したもの。ちょっと待て、ってことはわざとこういう風に飛んだのか。このぐらいドッタンバッタンしないと飛んでるって感じがしないでしょ。うんうん、計算通り格納庫に到着したわね。ほら、これが脱出用ポットよ。覚えといてね。地上軍の強襲揚陸艇だ。 G ブロックのガーディアンを向かわせろ。一人たりとも生かして返すな。まずいな、思ったよりも早く気づかれてしまった。なあに、いつかは見つかるんだ。それが少しばかり早まっただけのことさ。よし、作戦開始だ。ハロルド、企んは任せたぞ。他の者は私に続け。お前たちの相手はこっちだ。さあ、かかってこい。データ採取。お待たせ。データ採取。効かないで。聞こえません。ここだ。エクセキューション。保留残光線。運命は時に厳しい。はい、一丁上がりっと。さあ、俺たちもとっとと行こう。ちょい待ち。どうしたの、ハロルド。あんたたち、このモンスターと戦ったことがあるの？え、うん、あるけど、それがどうしたの？なるほど。つまり、あんたたちと同じように未来から来た奴がいるってわけね。どういうこと？このモンスター、私見たことないもの。こいつと似たようなのは今も存在してるけど、それよりも異常なまでに進化してるわ。つまり、これは誰かが未来から連れてきたってこと。心当たりある？ありもあり、おおありさ。エルレインってやつの仕業だよ。おそらく、やつの手下がすでに天上軍に入り込んでいて、支援しているのだろうな。ふむふむ。つまり、あんたたちの目的は、歴史修正ってわけね。そのエルレインってやつが天上軍に肩入れして、この戦争を勝たせようとしている。で、それを阻止するためにあんたたちはこの時代に来たと。ええ、その通りよ。私たちはエルレインの歴史介入を防ぐためにここに来たの。歴史をいじるなんて随分と面白そうなことやってるじゃない。そいつ神様気取りね。いえ、神の名を語ってるんじゃないわ。本当に神を降臨させてその力を使っているの。本物の神の力ってことは、あんたたち神様に喧嘩売ってるわけ？まあそうなるかな。ハロルド、どうかした？面白くなってきたじゃない。神様と喧嘩なんて最高だわ。よし、私の頭脳が神をも凌駕すること証明してみせるわ。はあ、さ、そうと分かったらこんなところでグズグズしてらんないわ。作戦続行、行くわよみんな。神様と喧嘩するなんてあんたたちやるじゃない。久しぶりに燃えてきたわ。ハロルド、なんか楽しそうね。そりゃそうよ、歴史に介入するために時を超えてやってきた神様と対決。考えただけでもワクワクするじゃない。そうかそうよ。時空を歪める実験は私も興味あったから、喧嘩のついでにデータもしっかり採集しとかないとね。なんか頼もしいような、おっかないような。ちょっと足首をひねっちゃったかね。おい、大丈夫かよ。ナナリ、肩貸してやろうか。残念でした。
貸しを作っとこうなんて考えてもダメだからね。それだけ減らず口が叩けりゃ大丈夫そうだな。神様相手に喧嘩売るとはね。ガゼンやる気が出てきたわ。さて作戦続行よ。